加入選手9名から改めて皆様方の前に勢ぞろいいたしました。改めて大きな拍手お送りください。ありがとうございます。それでは新加入選手の皆様ご着席ください。さあ、先ほど僕の方からご説明しました通り、今日はトークショーといいましても皆様の方から質疑応答を実際に受け付けますというふうに申し上げましたが、何はなくともまずはね、選手の皆さんから自己紹介をしていただきたいと思いますので、皆様向かって右側ディフェンダーには酒井龍介選手からね、龍介選手からまずは背番号、そしてポジション、まあ、お名前、そしてセールスポイントと、この4つをですね、それぞれ、大きめの声で今日2階席もありますんで、はっきりと皆様に届くような形で、発表をしていっていただきたいと思います。それでは酒井龍介選手からよろしくお願いします。背番号2番サイドバック酒井龍介です。セールスポイントはスピードに乗った攻撃参加と粘り強い守備だと思っています。応援よろしくお願いします。バンフォーレ甲府から来ました秋元道隆です。ディフェンスで背番号4番です。体を張った守備を見てほしいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、私は長男です。韓国から来ました。ちょっと勉強しました。번호7번이고요미드필더고저의장점은패스플레이와중거리슈팅그리고수비력거친수비력을많이봐주십시오여러분씩고생하십니다미드필더의정우연입니다대방고는7번입니다저의장점은パスワーク과미드슈팅입니다그리고네바리強い守備가自分の長所だと思ってるんで、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりと日本語を表現していただきました。さあ、続きまして、背番号19番、内藤洋平です。ミッドフィルダーです。セールスポイントは、ボールに絡んで、ゲームの流れを作っていきたいと、あとゴールに絡めるプレーをしていきたいと思います。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続きまして、皆さんこんにちは。千葉から来ました工藤浩平です。背番号20番ミッドフィルダーです。セールスポイントは全力でやることです。京都に来てすぐ怪我をしてしまって、申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。ピッチの外からでも、まあ、力になれることはたくさんあるし、早くピッチに戻って J1 復帰の力になれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。皆さん、一生懸命挨拶を取っていただきました。さあ、続きまして、京都サンガユースから、上がった、22番ミッドフィルダー小林明です。自分のセールスポイントはやっぱりドリブルだと思っているのでそこを見てもらえたら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。そして続きまして、京都サンガ FC ユースから、今年昇格しました背番号24番ミッドフィルダー山田俊樹です。キック精度には自信があります。応援よろしくお願いします。お願いします。そしてこんにちは、背番号25番ミッドフィルダーの伊藤裕太です。僕のセールスポイントはゴールからのプレーだと自分で思ってるのでそこを見てほしいです。応援よろしくお願いします。お願いします。そして皆さんこんにちは、ユース出身の下畑翔吾です。背番号は26番でサイドバックです。僕の持ち味は縦の運動量だと思うんで、若さを生かして走り回りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。という以上9名の京都サンガ FC新加入選手の皆様方なんですが、